こんにちは。アートギャラリーハルキハウスの学装家をしています滝ひろ子です。今日も前回に引き続きまして、アートギャラリーハルキハウスが活動の軸にしていることについてお話ししていきます。前回は2つ軸があって、1つがその祝福というワードだということです。成熟した大人として、自立した、精神的にも物理的にも自立した大人として、他人の成功や幸せを心から祝福するということっていうのは、とても今のこの、成熟した大人が少ないじゃないかなと、感じるこの日本には必要なことなんじゃないかなと思っていますし、応援支援というような、その何て言いますか、言葉が本当に難しいんですけれども、依存というものを一切生まない、その大人として他人を祝福するということの、そういう大人でありたいという、思いを大切にしながら、アート活動をしていこうということをしているという話をしまして、で、2つ目の軸はですね、平和祈りということになります。去年から始まりました、そのチャリティー活動としてのミリオンハートプロジェクトをしながらですね、立花君とパートナーの立花君で話をしていて、その私たちのお客さんとか、そういった人たち以外にミリオンハートを渡したい人がいれば、いるとしたらどんな人みたいな話をしたんですね。で、そう聞かれた時に、私がとっさにすぐ口から出たのが、平和を純粋に願って、活動しているような人たちに心からのお礼と、そういった人生を選ばれたということの、その方の人生の祝福として、ミリオンハートをぜひ渡したいと思ったんですね。で、具体的にはって言われて、すぐ思いついて、私が知ってる、その知識として知ってる中での人たちというのが、国境なき医師団で、そうですね、危険な、戦争地で、その傷ついた人たちを分け隔てなくケアして、手当てして、命を救っている人たちに対して、私はとても尊敬するし、その人たちの人生は素晴らしいと思っているし、その活動 を選んだということ自体、プラスその私たちができないことをしてくれているという、その感謝の気持ちで、直接もしお渡しできるのであれば渡してみたいなっていうふうに言ったんですね。で、直接お渡しできる方法が見つかればいいんですけれども、その方法が見つかるまではというか、それよりもですね、ホームページ等をこう調べてみて分かったのが、国境なき医師団の人たちがですね、一番、必要としているのが、その資金、活動資金なんですね。主に寄付を募って活動資金を集めていらっしゃるので、じゃあそのミリオンハートを、その活動資金を募るツールとして、西日本災害、豪雨災害の時みたいに使ったらどうなんだろうかというところから、ミリオンハートプロジェクトの国境なき医師団への寄付を集める、活動というのがスタートしました。おかげさまでたくさんのね、ご賛同者が集まって、本当に私も嬉しく思っております。で、なぜその私の口からとっさに、その平和を純粋に活動お願って活動している人たちに渡したいのかと考えたらですね、私自身の、ルーツというものがありまして、私は広島生まれ広島育ちなんですね。で、転校してきて大阪が今は長いんですけれども、母方のおじいちゃんは被爆者なんです。で、癌で亡くなったんですけど、被爆はしたんですけれども、結局は癌で亡くなって、で、あとその、父方のおじいちゃんと、長く私は一緒に小さい頃から暮らしていて、面倒を見てもらったおじいちゃんがいるんですけれども、そのおじいちゃんは、太平洋戦争に、行ったその戦争経験者で、小さい時からですね、その戦争で自分が体験した話などを聞いていましたし、広島で育った時には長い間その平和教育というものを、その広島市全体が行っていた時代だったので、その平和教育を受けて育ってきたと、多分ルーツがあるんじゃないかなと思っています。またこれについてはおいおいお話をしていきたいなと思っておりますので、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。